私はいいから、そこにいる女の子を救ってください。ありがとうございます。碑文を調べていたら突然メデューサに捧げるのだと魔物がたくさんやってきたんです。オロスはゼウスの代わりに新たな王となる。探しています。私たちが先に見つけなければ。ガブリエルにくれたトークンがなくなった。魔族の手に渡ってしまったかもしれない。
されたのです。神殿に戻って報告しなければ。将軍様、聖城が魔物に襲われました。どうか指揮を取りにお戻りください。将軍様、魔王軍が闘技場に乱入し、我らは甚大な被害を被りました。バリアは最大でも1時間しか耐えられません。魔物が突然市場に現れましたが、幸運にも催眠術師がそれを襲いました。魔物がどこから来たかはまだわからないけど、城に魔物が出現したという情報はもう広まってる。いらっしゃい。私の店には何でもあるわよ。将軍様、国王陛下のお待ちです。我が娘が予言された新しい神々の王だと。バカな。
様は魔王軍に連れ去られた可能性が高いです。ブレスレットの持ち主とても身近にいることを感じました。王者のトークンには神のオーラがありません。彼女がボロスだなんてありえないでしょう。アークエンジェルがボロスを守るため、彼女の神力を聖なる光で封印した可能性もありますが、メデューサ軍団が王女をアリス・ウィンド城に連れて行きます。将軍様、私は魔王軍に足を引っ張られ王女に追いつけませんでした。アイスウィンド城の入り口は洞窟の中だ。右側の道を歩いていけばたどり着ける。息が弱まっています。私たちからどんどん遠ざかっているようです。この竜の子供が強すぎて私じゃ何もできなくて、ただターゲットが王女が連れ去られるのを見てることしかできなかったの。ルシールが行方不明になり、兵士たちに手分けして探すよう命じました。
この先は風と雪で目がくらむので松明を掲げて道を照らしましょう。アイスウィンド城の下にはデビルズアビスがあります。将軍様、南東の空に黒い輝きが現れました。Thank you.
向こうの大きな岩が何か変だ。人のように見える。恐ろしい。魔眼は神には効果がないが、人間を石に変えることができる。兵士さんが石になっちゃったの。しかも私を殴ろうとしたし。俺から離れて、もう自分を制御できません。
屋根裏に隠しました。王女はメデューサに山頂へ連れて行かれました。
メデューサの能力が進化し、アイスエッジを操れるようになりました。アイスウィンド城はデビルズ・アビスの上にあり、先代の魔王の領地です。平和を望むなら戦争に備えましょう。
った兵士をアポロのところへ連れて行きます。気をつけてください。信仰は決して衰えることはありません。平和を望むなら戦争に備えましょう。信仰は決して衰えることはありません。私を見て、私はアテナのように綺麗でしょう。信仰は決して衰えることはありません。勝敗は決まっています。
信仰は決して衰えることはありません。勝敗は決まっています。信仰は決して衰えることはありません。
康は決して衰えることはありません。決して衰えることはありません。人口は決して衰えることはありません。
勝敗は決まっています。勝敗は決まっています。平和を望むなら戦争に備えましょう。信仰は決して衰えることはありません。勝敗は決まっています。勝敗は決まっています。
健康は決して衰えることはありません。信仰は決して衰えることはありません。決まっています。